ダウンロードした型紙を色上質紙にプリントして、お月様やコスモスの花の芯を作りましょう。説明欄の URL をクリックしたら、下へスクロールしてこの型紙をダウンロードします。ダウンロードした型紙を黄色い色上質紙にプリントアウトして線のところで切り取ります。まず大きい丸のお月様から切りましょう。ハサミは動かさないで紙の方を回しながら線に沿ってきれいに切り取りましょう。これで大きなお月様ができました。次にコスモスの花の中心になる丸を切っていきます。お月様の周りの切り落とした部分を4枚重ねてホッチキスで留めます。余分なところを切り取ったら、端の方の丸から切り取っていき、ホッチキスがついている丸を最後に切り取ります。長四角の紙は4つに折ります。間をホッチキスで留めます。一列ずつ切り離すと、丸を切り取る作業がしやすくなります。手分けをして切るのにも便利です。この丸を色上質紙やお花紙で作ったコスモスの真ん中に貼ります。月と桔梗の花を組み合わせる場合は、四角く切った部分を折りたたみ、穴あけパンチで抜いたものを花の真ん中に貼ってください。コスモスとお月様の組み合わせ方をいろいろと工夫して、秋の壁面を飾りましょう。もっと大きなお月様を作りたい場合は、四つ切り画用紙にお盆などで大きい丸を描いてお使いください。